エトラちゃんは見た。私はカリ。これは私がまだ未婚で彼氏がいなかった26歳の時の話だ。ある日、お見合い？そうそう、お母さんの友達のお姉さんがどうしてもってね。どう？あんた今フリーなんでしょ？いや、確かに今は彼氏いないけど、別にお見合いしてまで相手が欲しいわけじゃないし。まあまあそう言わず、会うだけ会ってみなさいよ。カリンの気が乗らなければ後々お断りしてもいいんだし。でもな、お願いよ、お母さんの顔を立てるためにも一度顔合わせだけでもね。もうしょうがないな。じゃあ顔合わせくらいなら。あらそう、ありがとう。こうして私はとある人物とお見合いをすることになったのだった。その人物というのが、はじめましてカリンさん、私あざみと申します。そしてこっちが長男のヒイラギです。どうもよろしくです。この32歳男性、ヒイラギ氏だった。思ってたより太ってるわね。カリンです。よろしくお願いいたします。このヒイラギ氏は以前からお見合いを繰り返しているらしいけど、どれも話はまとまらず、お見合い相手を探しているうちに私に行き着いたらしい。うちの子はね、あの有名な大手エトラカンパニーに勤めてて将来有望なのよ。今はまだ年収500万ほどだけど、これからどんどん上がってくだろうし、お金の心配はないと思うわ。そうですか。容姿はともかく、経歴も勤め先も立派だし、すぐ結婚が決まってもおかしくはなさそうだけど、この子は小さい頃から親思いの優しい子だね。学校では常に成績トップで、多分何かしらネックになってるところがあるんだろうな。私たちはこのくらいで、あとは2人でゆっくりお話ししてみてちょうだいね。あとでねカリン。ああ、言っちゃった。じゃあ今後の僕らのことでお話ししましょうか。あ、はい。それじゃあまず最初に聞いておきたいんだけど。ん？はい。カリンさん、身長体重いくつ？いきなりそんなデリケートな質問する？168センチの52キロですけど。52キロか。じゃああと5キロは痩せてほしいかな。はあ、何言ってんのこの人。でまずね、僕は仕事に集中したいから、結婚したら君には専業主婦になってもらいたいのね。ああ、もちろん専業なんだから家事は全部一人でやってね。はあ。で朝晩のおかずは最低6品以上。でも僕野菜は嫌いだから極力出さないで。それからしいたけも魚も酸っぱいのも嫌い。あと毎晩一緒にお風呂に入って子供もたくさん産んでね。もちろん子育ては君一人でやって。僕は仕事と趣味に集中するから。それからメイクも僕嫌いだから化粧は一切しないで。でも老けたり太ったりするのも NG。あと君の趣味はジム通いって言ってたけど、僕筋肉質なの嫌いだから趣味関連のことは一切やめてね。その代わり僕の趣味のゴルフは付き合って、君の新しい趣味は愛する家族を静かに見守ることね。それから僕のお小遣いは月10万で君のお小遣いはなしで、あと僕の言うことは全て肯定して、子供にも僕がいかに素晴らしいかって伝えて。ペラ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 。ちょっとカリンさん、聞いてる？いけないいけない、あまりのとんでも奴隷契約に危うく意識が飛ぶところだった。もうまだ続くんだからちゃんと聞いてよね。ペラ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 。この人正気かしら。こんな条件飲む人いると思ってるの？だいたい年収500万で妻子養いつつ小遣い10万なんて貯金も難しいじゃない。野菜も魚も嫌いでおかず6品とかどうしろと。そうか、この人これを理由にお見合いを断られ続けているわけか。ちょっとすみません。こう言っては失礼なんですが、そんな厳しい条件を強いるあなたと結婚して一体私に何のメリットがあるんでしょうか？メリットって、そりゃ愛する人に尽くせる人生を送れるんだからメリットしかないでしょ。はあ、もうそれよりちゃんと僕の話を聞いて。今みたいに話を遮ってくるのは今後一切ダメだからね。いいかい？ダメだこいつ、頭のネジがぶっ飛びまくってる。その後私は開始早々さっさと切り上げて帰りたい衝動をぐっと抑え、60分に及ぶ地獄のお見合いをなんとか耐え抜いたのだった。カリン、どうだった？ヒイラギさんはちょっと太ってるけど別に悪い人でもなかったんじゃないの？無理。容姿がどうこうっていうレベルじゃない。あれは一生、結婚は無理。そして後日、母の口から丁寧にお断りのお返事をさせてもらい、何事もなく私もいつもの日常に戻った。まあ愛する人に尽くすのが幸せというのはわかるんだけどさ。でもなんで私が見ず知らずのいきなり体重を聞いてくるような失礼極まりない男を愛さなきゃなんないのよ。ふざけんな。かりんさん、なんだか荒れてるね。おお、どうしたんだか。しかし1年後、信じられないニュースが舞い込んできた。結婚？あの柊木さんが？そうなのよ。お母さんもびっくりしたわ。一体何がどうして？どうやらまたお見合いで知り合ったみたいなんだけどね。その人、ゆずりはさんっていう結構な美人だったらしいんだけど、あんたに提示した結婚条件全部飲んだらしいわよ。あの条件を飲む人なんていたんだ。びっくり。世の中にはいろんな人がいるんだな。しかも後々母が送ってきたそのゆずりはさんは、私の想像のはるか上を行く美人だったんだ。なんでこんなモデルみたいな美女が？事実は小説より奇なりという言葉が頭をよぎった。どんなに頭をひねっても、なぜこんな美女があの柊木氏を選んだのか、甚だ謎である。ま、でももう私には関係ない話だし、幸せなカップルが一組増えたってことでいっか。さーて、ジムにでも行こっかな。はじめまして、柊木と申します。はじめまして、ゆずりはと申します。私はゆずりは。この度私は大手エトラカンパニーに勤めるこの男とお見合いをすることになった。それでね、お風呂は毎日一緒で、趣味は一切やめて僕に尽くして、おかずは6品以上で、子供には僕が偉大な父親だって教育してね。ゆずりはさんは愛する僕のためならこのくらいやってくれるよね。まあ素敵ですわ。あなたとならいい夫婦関係を築けそうです。今すぐにでも結婚したいくらい。本当に？もう来月でも1週間後でも今日結婚しよう。ママ、僕ゆずりはさんと結婚するよ。まあ、じゃあすぐ準備しましょう。忙しくなるわ。そして私たちは結婚し、お見合いから1週間後に新婚生活がスタートした。ゆずりはさん、今日から夫婦だね。柊木さん、私のこと愛してますか？もちろん誰よりも愛してるよ。だからね。何するの？柊木さん、私に触りたかったらこの1ヶ月の間で最低15キロは体重を落としてください。それからシャワーは朝晩必ず浴びて、ブレスケアは朝昼晩きっちり毎回10分ずつ。あとご飯は私が作るので、私が出すものは全て残さず食べてください。もちろん野菜も魚もバランスよく出します。お小遣いもとりあえず2万円からにしましょう。私もとりあえず仕事を続けますから、基本は貯金で。趣味に関しては子供ができてからまた話します。その前段階の条件もクリアしない限り、私に指一本触れないでください。なんで急にそんなこと聞いてないよ、そんなの。お話ししてませんでしたわね。でも私もあなたの条件を飲むとは答えていませんよ。それに愛してる人に尽くすのが幸せな人生だっておっしゃってましたわよね。とりあえず昨日ジムの入会手続きを済ましておきましたから、さっさと行ってらっしゃい。そんないいからとっとと行くんだよ、この豚が。こうして私の柊木への調教が始まったのだった。そもそもなぜ私がこの男を夫に選んだのかというと、まず勤め先からして将来年収が上がっていくであろうこと、痩せて身だしなみをなんとかすれば不細工ではないこと、そして一番大事なのがこの男が頭の良し悪しとは別にバカで単純な男であること。おそらく親にも周りにもちやほやされて、挫折を知らずに育ってきたのだろう。そんな男は意外と操作しやすいのだ。男に支配されて一生を過ごすなんて絶対嫌だもの。せいぜい私好みの男に変身してちょうだいね、愛する私の旦那様。そしてさらに1年後、この芸人さん面白いね。わかる。ツッコミどころが絶妙なんだよな。あれお母さんからだ。なんてこれ柊さん？誰？柊さんって前に話した昔お見合いした人だよ。え？あの人か。でもその人ってちょっと太めだったんじゃないの？いや、なぜかわからないけどめちゃくちゃ痩せて別人みたいになってる。何？年収も爆上がりで戸建てを買ったらしい。奥さんも働いていて旦那さんは頭が上がらずベタ惚れしているご様子。一体どんな魔法を使ってこんなことに？そう結婚の知らせを聞いた時もびっくりしたけど、もしかしてこのお嫁さん柊さんの何かを見抜いてコントロールしてるのかしら。すごい。私事情は全く知らないけどこの人に会ってあっぱれと叫びたいわ。事情も知らないのに。ご視聴いただきありがとうございました。あくまで私の中でですよ。お見合いって結婚をする前提ではあるものの、どんな人なのかとりあえず会ってみる。そして後日もっと仲を深めたいと思ったら何度かデートをして、そして結婚というイメージなのです。なので愛している人に尽くせることがメリットと言いますけど、これは会って数分くらいの相手に話すようなことじゃない気がします。それにしても確かにあの時素敵ですと言っただけで条件を飲みますなんて一言も言ってませんしね。何はともあれ幸せそうで何よりですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。